山名時広は南北朝時代から室町時代の武将、守護大名。室町幕府昌番集、侍所頭人、田島、貧乏、秋、伊賀守護。父は三名次義で長男。養子として入った兄弟に死の。性質は山名氏清の娘。小二万字、持広、持豊。勇士に広志高。官位は、 宮内所有、江門佐、江門正し。法名、城広氏。皇后元年、元中六年に、父が死去し、家督を相続。しかし、山梨の総領権をめぐる争いから、明徳元年、元中七年三月にはしこれと共に三大将軍、足利義満から討伐を受け、おじの山名氏じを、いとこの山名光行らに攻められ、田島からビンゴへ逃れ、 田島を取り上げられ、宇治清に変えられた。翌明徳二年、元中八年には吉光に赦免され、宇治清らが挙兵した明徳の乱では、吉光の馬回り勢に加わり戦い、戦後、宇治清の文国田島を配慮する。だが、一方でこの乱で敗れたいとこの万死、地理兄弟や、重帝の広志高を密かにかくまっていた。王衛六年に、 酒で大内義弘が放棄した、王英の乱でも戦い、ビンゴの仕事となる。昭番衆としては、不正にも参加し、四大将軍、足利義持から六大、足利義則時代まで使える。王英二十一年、英響四年には、侍どころかしら人を務め、畠山光家と共に宿老となる。王衛二十三年に、鎌倉府で起こった、上杉全衆の乱では、 同時期に、京都から出奔しようとした、足利義継と共に内通疑惑を持たれる。欧米34年の赤松光助出奔事件では、討伐軍に加わる。英京5年に家督を持ちとうに譲り、日民貿易に関する横領疑惑で失脚。英京7年7月4日、京都で69歳で死去。法名は、大民寺伝巨船、城広氏大古寺。 田島黒川の大民寺に葬られた。また、七時木と並ぶ墓と木造が、兵庫県と八歌市の円通寺にあり、この二つの寺や大道寺、両言寺など時広が、中高回帰創建した寺が多く残されている。山梨は、明徳の乱で没落したが、時広の代で勢力を取り戻し、秋守護に,に、万氏が、岩見守護に、尻が、稲葉守護に、重邸で勇士となった。 広島高が任命され、時広都市これの両国放棄と合わせて7カ国の領有を果たした。山梨の家督は時広の家系が受け継いでいった。広市については、異体字で広市や広市ともかく、ありがとうございます。